皆さんこんにちは。ボンの音がちょっと私の顔が大きすぎますね。もうちょっと小さくしてね。泣いても笑っても今年洗濯物干してるのは見えてないですね。泣いても笑っても今年あと6時間になりましたね。始まりました。今年最後の日刊生放送。H さんが今コンサートから自宅に帰るバスの中、いいですね、ゴージャスですね。コンサート大工ですかね。ですからボンが鳴る前に、2022年12月31日の日刊生放送の始まりですよ。今年ももうすぐ終わりを迎える、今年最後の日刊生放送って歌ってからボンってなろうと思ったら、なんか時計が進んでまして、先に行かれてしまいましたそういうことですね。いやー長く続いた。来年2023年っていうことなんですね。2023年の1月11日に私の日刊生放送も1000回を迎える。うーんY さん、いよいよカウントダウン日刊生放送。そうですよ、1000回に向かってカウントダウンですし、今は2022年の終わりに向かってのカウントダウンでもあると、まあダブルのカウントダウンが控えてるっていうことですけども、夜中の12時とかにはやりませんのでご安心ください。あれ除夜の鐘ってなんかね、趣がありますよね。紅白やって、それから行く年来る年っていう番組はね、で行く年来る年が始まるぐらいの時間になると、そのリアルでも自分の近所のね、自分の近所ってすぐ近くに寺があるわけじゃないけど、まあちょっと遠いところにね、なってんのがボーンってこの寒い空気、今寒いですよね。皆さんのところいかがですか。私のところはね、今暖房ガンガン焚いてるんですけど、寒いなっていう感じ。昨日の昼はちょっと暑いぐらいでね、で晩になって猛烈に冷えましたので、落差がね激しい。エッチさんが特別企画はあるのかなって書いてくれてるんですけど、特別企画別にね、特別なこともねないんですよ。いつもと同じようにやると、ということなんですよ。なんかね、1000回めでたく目打ち物です。そうですよね。今日はねユニコーンのネタでございまして、ユニコーンと子供っていう話でね、ある子供さんが、あ、この話 やったかもしんない。でもね、初めて聞く人も多いと思いますけど、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルス郡の動物保護局みたいな役所がね、ユニコーンを飼ってもよろしいっていう飼育ライセンスを、ある女の子に与えてあげたっていうことなんですね。で、その女の子が、その、動物保護局に、カリフォルニア州のね、動物保護局に手紙を出したわけですよ。この手紙というのが、見ていただきますと、これひっくり返ししましてね、英語得意な人はどうも原文で読んでくださいませ。こういうね、ロサンゼルスカントリー I would like your approval if I can have a unicorn in my backyard。 もしも私が私のバックヤード裏庭でユニコーンをハブ持ったら、捕まえたら、 if I can find one、 そして私がそれを見つけることができたら、 please send me a letter in response ね。そうです。
こういう手紙ですよ。ロサンゼルス郡の皆さん、ユニコーンを見つけたら裏庭で飼いたいので、あ、ちょっと私の役の解釈違ってたな。皆さんの許可が欲しいのです。お返事を待ってますって、まあこう訳してますけども、私の裏庭にユニコーンがいて、私がそれを見つけることができたら、飼ってもいいでしょうかっていう手紙が来てね。あ、それに対するご返事が、ユニコーンライセンスっていうのをね、粋な計らいで、カントリーオブロサンゼルス、デパートメントオブアニマルケアアンドコントロール、ね、動物のケアとコントロール、そういう、デパートメント部署でね、わざわざこういうロゴまで作ってくれまして、ミス・マデリン、マデリン、ミス・マデリンさん、ね、マデリンさん、has been issued this prayer approved unicorn license。ちょっと、なんかね、頭の中が、まあ、とにかくユニコーン飼ってもいいというライセンスをね、出しますよ、2022年。ね、今年のことですよ、もう、明日になったら去年のことになってしまうと。11月30日にこのライセンスが出ました。で、こうサイン入りですよ。ね。で、ここにはですね、これを飼うときのいろいろ注意点があって、その中にはですね、ユニコーンは月の光にね、定期的に当てないといけないとかね、定期的に日光、それから月の光、それから虹に当てないといけない。ね。それからユニコーンの大好物であるスイカを少なくとも週1回食べさせないといけない。というような、なんかスイカがね、あれが高そうな感じですね。こっちは非常にファンタジックな。で、この女の子に、この動物愛護局がですね、まあなかなかユニコーンを見つけるのはね、難しいかもしれませんから、私たちがあなたにこれをプレゼントしてあげましょうっていうことで、まあこのぬいぐるみでもないね、このふーって膨らませるやつね、これを送ってあげた。粋な計らいですよね。で、これが送ってあげたぬいぐるみか。で、ここにこうペンダントが下げられてて、ライセンス。で、次にですね、ユニコーンに乗って助かった女の子の話っていうのがありますね。これはもう百聞は一見にしかずで、もう見ていただいたら早いですね。ユニコーンに乗ってて、ユニコーンに乗ってたから助かった、何のことっていうね、でも見たら一発でわかります。ちょっとですね、ひっくり返しをしまして、こうですね、これですよ。ちょっと音が大きいかな。見てください。ユニコーンに乗ってる女の子が小さく現れる。で、これ海でして、ここはね、船なんですね。船ね。船から海を見てたら、ユニコーン。It wasn't your everyday ocean rescue.オーシャンレスキュー。この丸でしてるとこですよ。Unicorn raft was spotted in the waters off of Greece's Gulf of Patras. They were very far from land. まだ見てわかんない。見えました。大きくしたら、確かにユニコーンに乗ってる。Just a little dot. The girl held on tightly as a ferry boat got closer and closer. The crew prepped a life preserver, and they were able to reel her in.Finally, the girl and her raft were within reach, and the crewmen plucked her out of the water. The unicorn raft was also salvaged. This isn't the ferry's first rescue. The crew also recently saved an older man who'd been swept out to sea on an inflatable mattress. Sadly, we don't have video of that rescue. As for the little girl, she was returned to her family, no worse for the wear. Reportedly, they'd let her get out of their sight for a few minutes. They probably won't let that happen again. This is Inside Edition Digital.心細かったかね。こういうユニコーンのぬいぐるみなんだそうです。このさっきの女の子が4歳だって。4歳でなんで浮き袋、ねえ、ユニコーンの浮き袋に捕まって、
まあ、漂流してたのか。だから、親と一緒にね、ギリシャでの話ですよ。両親が少し目を離した隙にユニコーン型の浮き袋に乗った4歳の女の子が沖に流される事件が起こってしまった。まあ、住んで見つかったからね、笑い話で言うけどね。これも起こった時は、ご両親もう血が凍るようなね、思いがしたでしょうよ。私も自分の子供の小さかった時を思い出したら、海に連れてってね。本当に危険がいっぱいですよ。あるいはね、動物園に連れて行って、ちょっと目を離した隙にね、見えなくなっちゃって、ところが結末としては親切な人がね、保護してくれていて、まあ、見つかったんですけども、本当にヒヤ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 するね。だからこのご両親ももうどんだけヒヤヒヤしただろうか。で、その、4歳の子供さんがユニコーンの浮き袋に乗ってね、見えなくなっちゃった。で、警備隊に報告して、まあ、近海を報告していたフェリーが捜索をしてくれた。ちょうどその、女の子が、流されちゃった、というその近くを通りかかったフェリーがいて、ギリシャのパトラ湾で発見されたっていい話ですよね。さっきのそのユニコーンを買うライセンスをあげた話と、ユニコーンに捕まって見つかった話と、どっちがいいでしょうか。ファンタジーがいい人は前者がいいでしょうし、いや、俺はノンフィクション派だっていう人は、もう、後者でしょ。ノンフィクション。事実は小説よりも、エッチさんが、大福は2週間前に行きました。贅沢だよね。本日は、ジルベスター、ガラ、コンサート、ドン・ジョバンニ、コウモリの曲、オペラがありました。っていうことでね、ご報告いただきましてね。歌えたらいいんですけど、歌えないですね。ラン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 って、あれ、なんでね、年末は大工なんですかね。なんでか知んないけど、まあ、風物詩っていうことになってますけども、ちょっと待ってよ。さっきの、これはもういつものようにやってるわけでございます。もっぺんこの動画ですね。オーシャンレスキュー。オーシャンレスキュー。だからこの探してくれていたフェリーですよね。これがパトラス。パトラスって聖書に出てくる締め込むね。で、こういう風に見つかった。こんな遠くにいたけど、船員さんは目がいいわけだ。ね、だんだん近づいていって、船に、というわけですね。それと、先に見たのはこれですね。お手紙を書いて、ライセンスを送ってくれて、ね、ライセンスを送ってくれて、それだけでなく、こういうぬいぐるみとかね、ペンダントとかね、そういうものを送ってくれました。まあ、ホットウォーミング、オーブ、ハートウォーミングな話があったわけでございました。さて、これで第一、もう今日早く見せしましょうかな。年末だし。クリスチャン新聞タイムスリップ第2部っていうのに行くわけですね。第1部は、私が、リアルであれ、ネットであれ、目にした非常に気になるね、興味のある話、雑談、自分の思ったこととか、そういうことを、思いのままに語るという話ですね。今日なぜかユニコーンだ。ユニコーンって実在しない動物だけどなんか、いいじゃないですか。夢があって。ユニコーンの、属性みたいなものってあるわね。今ね、ウィキペディアでね、思わずそう思ってユニコーンって調べちゃった。アリコーン、ユニコーン、ユニ
本、そのほとんどがライオンの尻尾、親木の包皮へ二つに割れた蹄を持ってっていう、なんかこう形の特色、一角獣とも呼ばれ、額の中央に一本の角が生えた馬に似ている伝説の動物である。語源はラテン語のユニス一つとコーンを合成してユニコーニス一つの角のっていうことでね、非常に獰猛なんだってさっきのあの女の子、何ちゃんっていう名前だっけ、マデリンちゃんね、自分の裏庭でユニコーン見つけたら飼ってもいいですかって、獰猛な動物らしい。だけどまあファンタジーの世界のことですから、一週間に一遍スイカを食べさせてくださいね、それからユニコーンは太陽の光に当てるように、月の光に待てるように、虹が出たら虹の光にも必ず当てるようにというね、非常に根節丁寧なる指示をカリフォルニア州のね、動物保護局はマデリンちゃんに送ったわけですけども、もしユニコーンが本当にいたらかなり獰猛な動物なんだって、ユニコーンの角には水を浄化し毒を中和するという不思議な特性がある。あ、いいですね。だからこの角を求めて人々は、まあ、危険を犯してユニコーンを捕らえようとした。マデリンちゃんは別に角の霊言新たかな角が欲しくてじゃなくて、まあ、ユニコーンが可愛らしいということですかね。あ、なんかね、グリム童話に勇ましいチビの仕立て屋っていう話があって、そこにユニコーンが出てくるんですって。その仕立て屋がそこら辺を荒らし回ってるユニコーンだから、荒らし屋なんだね。西洋では荒ぶってるユニコーンをまあ捕まえようと、で仕立て屋はユニコーンが激怒してこっちまでタタタタララタタラララランチャッチャララランチャッチャララン突進してきたわけですよね。なんかなんて言うんだっけ、あの刀馬じゃなくって、牛と戦う男はみんな、ちょっと待ってよ軽刀じゃなくって競馬じゃなくて何やったかな、牛を怒らせてパッとかわしてね、それみたいにですね、仕立て屋さんがユニコーンを捕まえるのにユニコーンが怒ってこっちに突進してきた、それでとっさに木の後ろにさっと隠れたら角が木にバーンと突き刺さってですね、それでユニコーンを捕まえることがいいと、とユニコーンは縄で縛られ王のところに連れてこられたということでね。だからユニコーンって怖い動物って考えられてるのに、子供さんたちにとってはね、あくまでも可愛らしいということになってみたいで、あの動物保護局もね、まあその夢に合わせてですね、ユニコーン飼ってもいいですよっていうライセンスをですね与えてくれたわけだし、こっちではもうユニコーンに乗ってたおかげで、ユニコーンに乗ってたおかげでね助かったというね、まあそういうまあ霊験があったかというかなというかね、もうどうでもいい話ですね、第一の話ね。で、第二部の話もどうでもいいとかね、言ったらね、ダメですよね。どうでもいいことなんですね。一生懸命先輩たちが作った、新聞、週刊クリスチャン新聞ですから、これは1980年の6月29日、ビリー・グラハム国際大会っていうのがあったわけですね。ビリー・グラハム国際大会って言っちゃうと、どうしても大平さんのことにね、話がね、言っちゃうわけですけども、67年に、まあ、東京だけビリー・グラハムおいでになった。で、あの武道館とかね、後楽園球場。東京ドームは当時なかったわけですから、後楽園球場。そこで、もう、キリストの伝道メッセージですよ。で、そこに、まだ総理大臣になってない大平さんが来て、クリスチャン新聞の記者のね、インタビューに答えて、短いコメントですけどね、
この塗り立てる、理論的に塗り立てるというようなことなく、聖書の御言葉通りにね、御言葉の通りに、このイエス様の福音ということをすっと語ってると、こういうメッセージが今混乱にある日本を救うということをね、新たに感じた。そういうコメントを出してくれた。で、それがクリスチャン新聞に載った1967年。そして大平さんが首相になって、それからクリスチャン新聞と大平さんの不幸な出来事ですよね。というより、クリスチャン新聞の大ミスリードですよね。もうこれは昨日一昨日語りましたし、文書も書いてますので、ぜひお読みになってください。で、1980年。だから大平さんとの関連で言えば、この1980年のビリー・グラム大会にね、大平さんにもう一度出席してほしかったな、ご夫婦一緒にね。そうであるべきはずだったんじゃないかっていう思いが、まあ私は強いというようなことを、まあ何回も語ってるわけです。長くなりますから今日は言いません。で、ビリー・グラムのことが非常に賑やかに、出ている、ちょっとね、ムッペンビリーグラム大会の出ている紙面一面、第一面ね、見ていただきますと、まあこういう感じですね。これ、大阪府立体育館ですか、まだ本大会じゃなくって音楽大会とかね、準備の大会をやってる、その段階でこういう風に人がたくさん集まってね、4000人結集だから本大会でないわけだ。まだその本大会の前に、で、一晩2000人2万人動員信じるとかね、こういう活字が踊ってるわけですね。で、その隣には一面に異端と教会というような特集がありまして、まあ統一教会の問題だとか、いわゆるエホバの証人の問題とかね、こういうことは連載でずっと行われてる。で、私の今日の着目点はそれじゃありませんで、これなんですね。臨床的牧会配慮っていうことで、H. クラインベル博士が来日って、この記事なんです。臨床的牧会配慮ということでね。ですが、こういう問題がようやく日本の教会で、大事な問題、特に牧師さんが自らの問題として、また信者さんのために取り組むべき問題としてね、クラインベル博士っていう人が、まあその道の権威、米国における牧会カウンセリングの、まあ屈指の指導者、ハワード・J・クラインベルね、さん、この方が本を書いて、日本語では牧会カウンセリングの基礎理論と実践ということが、成文社、今は亡き成文社から出まして関心を集めてるけど、その著者のクラインベルさんが、神戸ルーテル聖書学院で講演ということでね、そういうことのために来日されたということが記事になってるわけですね。うん、ですから、牧会、臨床的牧会、まあ牧会とかカトリックの方では私牧っていうね、その牧するということを司る。だから、それは牧師さん説教をして、ね、いい説教をしてたらそれでいいやんとかね。いや、神様に祈ってやってたらって言うんだけど、やっぱりその人間と人間の関係、特に信徒の人たちとの関係で、なんかこの人には悩み事を相談しようにも、なんか相談 しにくいなっていうかね、すごいそんなこと私に言わないでみたいなオーラを感じるとかね、なんかあの先生にはすごく嫌われてるような感じがするとかですね、まあそういうことは教会であるわけですよ。でもそういう問題っていうことをやっぱり牧師さんの方が気づいて、その、やっぱり信徒の人たちが何か問題があった時に相談しやすいとかですね。あるいは本当にこの心の問題、だから信仰の問題なんだけど、やっぱり人間の心の問題、心を割って腹を割って話し合えるかっていうようなことはね、まあ生まれ持ってそういうことが上手な人もいますし、
非常にそういうことが苦手な人もいますけども、あのこういう一つの臨床牧会教育だとかね、トレーニングっていうことを通して、まあ気づきがある、この記事の中では日本における牧会カウンセリングについて、クラインベル博士、あなたはどういう印象を持ちですか、まあいくつか日本の状況を見た、何人かの指導者と話した中で、日本の教会でも牧会カウンセリングっていうことに対して、まあ、非常に関心が高まってるな、というふうに心が打たれてると、今後さらに臨床的な目に力を入れていく必要があると感じていますと。牧会カウンセリングっていうのは何が大事なんですか、今日の社会は非常に複雑化して、まあ、都市化が進んで、人々はいろんな問題に直面していると。で、それに対し教会は古来の伝統的な人間理解だけでは、今日の時代の状況に対応した教会、牧会のあり方ではないと、もう足りないと。それは学問的な理解だけでなく、臨床的な人間理解、臨床的な、まあ、人間理解っていうことですね。人間理解ということが必要だということですね。またこれが進学校教育においてそういうことがなされるべき、そういうことの基礎的な面ね、そういうことで、牧会カウンセリングのあり方について20年ほどの間にアメリカにおける進学校教育の新しい傾向は、そういうその臨床訓練、臨床牧会訓練というのを非常に重視してる。なんか1980年代の時点で20年前にっていうことは、1960年代ぐらいからね、アメリカでは臨床牧会っていうことを大事な問題として、やっている。で、臨床ってね、何なのっていうね。で、あの、私が一つその経験したっていうか言いたいのは、その CPE っていうシステムがありまして、クリティカル・パストラル・エデュケーション。で、日本語に訳すと臨床牧会教育とか、臨床牧会訓練、クリティカル、クリティックするわけですね。子供たちが野球で球の投げ方とかね、バットの振り方とかね、プロの人に見てもらってね、君ちょっと肘の曲げ方もうちょっとこうしたらいいよとかってね、クリティックってやるわけですけども、そういう感じで牧師さんが自分の牧会、いろんな人間関係、信者さんとの関係を持ってるか、ね。これ私新学生の時代に CP のコースに入って、でいろいろ説明聞いて、私の記憶の中にあるのは、その自分がまずね、集まるメンバーが同じ教会とか同じ教派の人でない人同士で集まると、地域も違って、だからまあしがらみがないっていうことですよね。で、同じ教派とかだったら先輩後輩関係とかライバル関係でなんか発言するっていうことがね、まあある意味ネガティブなね、自分の弱点弱みっていうことを見せるっていうことだから、やっぱり それは嫌だと。で、そうすると本当の自分の心の在り方っていうのを発見するっていうことに至らないっていうことになるしね。そうじゃなくって、全くしがらみがなくって、そういう、まあ、牧師さん、ね、牧会者、数人が集まって、スーパーバイザーがいるわけですよ、CP のね。スーパーバイザーがおりまして、で、病院を会場にした場合は、その病床を訪問させていただいて、患者さんと話してくる。どの患者さんに訪問してあげてください。で、帰ってきてですね、筑後記録っていうのを書くんですね。この患者さんとどういうやり取りをしたか、私がどんなことを言い、相手がどんなことを言い、どういう反応があり、私はどういう反応をし、またどういうふうに思いっていうことを全てきちっと書いといて、で、その CP を一緒にやってるメンバーでスーパーバイザーの前で読み上げるわけですよね。そうすると、なぜあなたはここでね、これ以上
私はとってももう苦しくて死にたいんですって相手は言った。その次私はこういう答えした。どうしてこの問いなんですか？どうしてこういう問いではないんですか？だからみんな牧会者であるわけだから、非常にこうプロ意識、問題意識がある。客観的に聞くと、この人はなんかすごく腰が引けてるんじゃないかとかね、自己保身なんじゃないかとかね、いろんなことが見えるわけですよ。で、それをズバズバと指摘するっていうことですよ。で、その病院で行うのでない場合は、自分が日頃牧会してる教会で、非常にうまくいかない信徒さんとかね、まあ誰か信徒さんとのやり取りをもうフェアに正直に自分とその人がした話、またその時の状況、その時の反応、相手の反応っていうことを思い出して、それを発表する。どうしてあの時あなたはこれ以上話を聞かないでベンチを立ってスーッと逃げるようにいなくなってしまったんですか？とかですね。こういう感じの話になったらなんで話を切り替えてしまったんですか？とかってこう突っ込みが入ってくるわけですよね。そうすると、もうなかなか鋭いツッコミですから、もう泣いてしまうような場合もあるわけですよ。で、スーパーバイザーがその場にいてですね、そういうものがこう気づきになって、一種の心の、まあ外科手術でもないですけど、外科手術するのにバイ菌がたくさん飛びまくってるね、外科手術したデメリットの方が大きいじゃ困るわけで、滅菌して、だからそれに該当することはもう全然他の人は知らない、この集まってる 5,6 人のメンバーとスーパーバイザーだけが知ってて、またお互いに秘密は漏らさないと、そういう固い約束の中でね、そういう空間の中で自分の正直な赤裸々な牧会のありさま、人と接する時の自分のやり方、どういうことを語り、どういう反応するかということが見えてくる。やおなしに見えさせられてくる。というね。そういう場であるわけですよ。で、その CPE、クリティカル、パストラル、エデュケーション、臨床牧会教育、臨床牧会訓練の、まあ、スーパーバイザーの資格っていうのがね、アメリカの方面がメインで、そういう系統から出るのがあるわけでしょう。その人が適切に導いて、そのようにこうもう泣いてしまうようなね、痛い思いをして学んだことが本当に臨床のまさに現場で役に立つように助け導いてくれると。またそれを定期的に行ったりですね、あるいはそこで集まった仲間が CPE をやる時でなくっても気の合った人がね、電話でやり取りして、何しろ全然しがらんげないわけだから、教団の先輩後輩関係とか進学校の先輩後輩関係とかだったらね、私実はこういうことがすごいできなくってって言えないじゃないですか。言ってくれたらいいのにって言ったってなかなかね言えないもんですね。ところがそういう関係性で全くしがらみがない、だけどそういうことが分かち合える仲間っていうのを持つことができる、まあいわば戦友みたいなもんですよ。それは牧師っていうのは大変ですよ。いろんな悩みを抱えたね、傷を抱えた人たち、聖書の御言葉を毎週語るっていうだけでも本当にその準備をするだけでも大変だと思います。だからあらゆる職業の中で一生懸命やったら本当に大変な職業だと思いますけども、その少しでも助けになるように、まあ鏡を磨くようにですね、自分の心の姿はどんなかなと、歪んだ鏡ではなくって、正しい鏡で見たらね、あれこんな顔のはずではなかったのに、もっと私は思いやりがあって優しくって包容力があってフェアな人間のはずなのに、なんでこんなのが顔に映るんだろうみたいなね、そういうことを嫌おなく見せられる。だけど見せられて、あ、嫌だな、自分って嫌な人間だなで終わるんじゃなくって、それは仲間もみんなそうだから、みんなそれぞれこういうふうにもう、まあ人間関係においてダメなところのある人間だっていうのをさらけ出してね、
語り合ってる、そのことにおける一つの解放感。だから私もそれやった時に一種のね、カタルシスがありますよ、解放感がね。うん。で、スーパーバイザーさんがそのためにいるわけで、非常にこれを受けた人にとって、それが現場で役に立つものになるようにね、非常に配慮して、だから、牧会者っていうのは配慮する人ですよね。うん。その配慮する人のために配慮してくれるスーパーバイザー。だから牧師もね、牧師の牧師だとか牧師のスーパーバイザーが必要だっていうことはしばしば言われますけど、そういうことを感じてる人は非常にこう健全な人でしょうね。いや、俺はそんなのいらない、もう俺は完璧にやってる、時々そういう人いるんですよ。見ててね、ハラハラしますよね。本当にもうその根拠のない自信は一体何だろうかって思うようなね、そういう人ってなかなか CP とか行かないんですよね。それで今年最後の生放送、こういうことになっちゃいましたね、こういう放送にね。だけどこれいつものようにやって、私の流れ的には今日はこの話でやったと。なんか前半ユニコーンとかね、わけのわからない話だよね。いいじゃないですか、もう人生いろいろですよね、今年もいろいろあります。そうですよ。本来は今年の重大ニュースとかね、今年もいろいろありましたっていう話をすればよかったんだけど、もういつものようにやって、いつものように終わると。で、来年にまた淡々と進んでいって、1月11日は1000回ということですね。で、お聞きになっているあなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今週の、そして今年、2022年最後の生放送、無事につつがなく皆さんにお受けすることができました。コメント欄ですね、1年間本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いします。シャローム。Y さんね、あ、 Y さん兄貴も受けたんですね。 CP ね、そうです、鏡を磨くようにっていうことですね。大工は1週間前に見に行ったっていうようなね、そういうことで、では失礼させていただきます。来年もよろしくお願いいたします。